お疲れ様です。どうもお疲れ様でした。シャープ1が終わって反省会、はい、終わっちゃったすいませんテレビじゃないと油断しちゃうところがいや、よかったよ。あ、よかったですか。なかなか寺内さん的な。どうも初めまして、プロデューサーの寺内でございます。いや、あんな弾ける早野ってね、いや、あの表情あの弾け方、いや、ちょっと放送誌に残るうやーとかほうぼーとか、あのあれは、まあ、いや、なかなかいいもの持ってんなと。よかったです、思いました。よかったです、うん、なんかやっぱりあのカズレーさんがパワフルな方で、うん、なんかそうだね、あの相乗効果でね、やっぱりこうカズレーさんのパワフルなところ、そしてそこになんかこう触発された女子アナ魂に火がついたか、うん、なんか新しい葉山を見たような。よかったです、うん、素晴らしかった。寺内さん、私ちょっと気になることがあるんですよ。何あのこれ一応 YouTube で、はいはい、ラジオ風の、まあ、番組じゃないですか、うんうんうん、番組ってちょっとこれ贅沢な話かもしれないですけど、うんうん、なんかこうドーンっていう感じが、ジャーンっていう感じとか、こうなんかこう番組っぽいものが、タイトルでしょ、素晴らしいです。絵的なものねそういうのがラジオだからといってなんか何にもないってちょっとどうなのみたいな。せっかく YouTuber 画像、ねね、動画がありますから、そうカメラ2カメ1カメ2カメ使ってんのに、そうですよ、なんでなんかラジオで全く絵が、うん、そうただスーパーでテロップ出るだけかみたいな。いや、そのなんかあったらいいかな、任してよ、ちゃんと用意してあるから。もうドン、ほら見てよ、早い番長チャンネル、あら、レディオ、うわ、これえ、どう、え、な、ちょっとおしゃれすぎません。いやいや、もう番長チャンネルのためにもう発注しておきましたよ。これなんかすごい方が作ってるとか。そうそう、これね、実はあの日本テレビにちなんで、はい、あのそらジローでしょ、そらジローのデザイナーの小芝さんというデザイナーの方にもう発注したら、もうぜひやらせてくださいって。そらジローの生みの親が生んだ、ね、いいデザインでしょ、すっごいおしゃれ、ね、ラジオということで、あのちょっと骸骨マイクいいですね。で、あれあれでよって、これ皆さんね、あの改めてご紹介しますと、ラジオ風っていう意味で、うん、YouTube なんですけどラジオっぽくやってみようかっていうようなことなんですよね。はい、まあ、これからもしかしたらラジオのハガキみたいにいろいろな質問を受け付けたりとか、ぜひぜひ。あとね、これまだ絵しかないでしょ、はい、これがまあ動いたりしたらもっとかっこいいと思う。そうですけど、それちょっとお金がかかったりとか、なんかこういろいろ、いやいやいや、優秀なスタッフ用意してるから。わー、さすが。やっぱりせっかくだったら、はい、番長チャンネルあられりおだからさ、はい、なんかこうラジオ風なさ、ジングルってわかる？音、始まりの音にパーンみたいな、はいはい、ね、ああいうような感じのやっぱジングルもあった方がいいじゃない、始まりの。あれはあったりこうしたことないですよ。だから例えば今から9振るから冒頭のとこちょっと言ってくれる？はい、いくよ、5秒前、4、3、2、1、9。地域密着ラジオ風 YouTube 番長あられりお、番長チャンネルあられりおみたいな、わー、こういうのやっぱ欲しくなるじゃん。欲しいそういうジングルみたいなのもね、ちょっと作っていきたいなと思ってるんで。あー、なんかちょっとすごい、皆さん交互期待、交互期待。これもね、やっぱり番長にちなんだ方にね、作ってもらっちゃおうかな、なんて。わー、番長誰でしょう。なんてね、滝廉太郎が住んでた番長ですからね、やっぱりどんな作曲家が作ってくれるか、ぜひぜひ交互期待ということで。